ただいま。かわいい感じにしてるね。逃げようとしたね、今、ちゃんくん。ぽんちゃん、ちゃんくん。かわいい。今日は2度目の、オープンマイクライブ、参加の日です。今もう1時間前になりますね。練習を今続けていたところです。指もこんな状態です。まず、風を集めてから飴が口の中入ってるな。全然ダメだ。あれ？雨が気になっちゃうと歌えないんだね。ダメだね。もったい。もう一回。スランプか。少しだけ余裕が出ちゃって、なんか頭の中に別のことがよぎるんですよね。そうするとミスります。今日までは完全に集中しないとダメですね。もうこうやって、こうやって歌うっていう感じですね。行く前にちょっとご飯を食べなきゃいけないので、今日はこんな感じでやばいね、やばい状態ですが、ちょっと本番の前に、確認事項、前回1回できてるんですからね、大丈夫だと思います。頑張ります。はい、黒犬さんでーす。こんばんは。僕の本当はビートルズ、スティービー・ワンダーが大好きなんですが、ギターが弾けないので、スポーク系のギターがあります。今はハッピーエンドをちょっとたくさん練習しているので、そちらから、ちなみにそちらに座られているヒップサウンドさんの、ギター教室に通っております。イエーイ。あ、下手だったらどこも落としちゃう。では、風を集めて、細野さん。失礼しました。ちょっと。ありがとうございます。こんばんは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 。途中から先週のフラストレーション、先週の
すいません、なんか、ベースの方を弾くとグニョグニョグニョってなってまして失礼いたしました。次は細田晴臣さん続きます、夏なんですという曲なんですが、これもちょっと自分には、無理な課題をちょっとこれをトレーニングしとかないと弾けないので。なるほど、今から夏に向かいます。そうです、実は弾ける曲が少ないからね。コーラの知ってるよ、コーラって書くのか、俺だけだけ弾いちゃうあげなかの後ろに日が差す時、僕は太陽すいません、失礼しました、ありがとうございます。最初に引き続き2回目の出演になります。よろしくお願いします。坂本九さんの、見上げてごらん夜の星をもっとやってみようと思います。ありがとうございました。